はい、2個。はい、どうも、料理の凛乱流でーす。ゲスト、今。今日はね、思考シリーズでございます。思考シリーズっていうのは大体動画の一番最初にあるんですけども、ちょっと今日は1本目にコラボ案件があったので、そのコラボ案件でまた例のごとく飲みすぎてしまったので、今回は思考シリーズなんだけど、酔っ払ってやるっていう。最近寒くなってきたということで、今回はですね、思考の湯豆腐です。まあ、湯豆腐なんですけども、まあ、大体ね、ポン酢で食べるっていうのが普通だと思うんですけど、今回はですね、昔からあるやり方なんですけども、あんまりやったことないんじゃないかなっていうね、タレ使いましょうよと。このタレがですね、非常に面白くて、卵黄ダレって言って、湯豆腐のタレとして結構有名な食べ方なんですけども、僕なりにアレンジしたものになります。このタレ、神のタレなんで、これ絶対にやってください。このタレで食べる湯豆腐は世界一美味しいです。至高の湯豆腐を作ってですね、しっぽりいきたいと思います。リュウジのバズレシピ。今回の材料紹介を、していきたいと思います。まず、豆腐。湯豆腐の場合はですね、絹でもまあ、できなくはないんですけども、僕的には木綿です。崩れにくいし、食べやすい。そして、タラーですね。なくてもいいんですが、タラーがあると非常に満足感が増しますので、今3切れあるんですけど、2切れぐらいです。あと、卵2つ使います、今回。なんで湯豆腐卵って皆さん思うでしょう。これ、あとで、えのきですね。これね、半分ぐらい。だから 100g ぐらいですね。で、長ネギ1本。すごいヘルシーな感じですね。はい、そして僕の下処理用のハイボールを。まずですね、切ります。えのき、この石突きのところ、切ってください。湯豆腐の場合は、こうやって半分ですね。半分切り。で、ここはちょっとほぐしておく。これだけです、えのきは。湯豆腐ってね、簡単なもんなんで、具材のカットはもう簡単に済ませます。凝ってなくても至高の味を出せます。長ネギなんですけども、6分の1ぐらいの、量。まあ、これぐらい切ります。で、こいつをみじん切りにしていくわけです。細かいみじん切りにしてあげてくださいね。だいたいこれぐらいの量のみじん切りにしていきます。で、後で使う分は、こうやってね、斜め切りにしてあげてください。ここも使いますね。で、ここは掴んでるので、ここら辺に砂が噛んでる部分がありますんで、これよく洗ってくださいね。はい、こんな感じですね。で、切るのは全部終わりましたんで、これからタレを作っていきます。タレはね、これね、これ湯豆腐の器なんですよ、今回。これ2人前の鍋なんですけども、これに入るような、こういう陶器の器、ガラスとか何でもいいんですけども、こう沸騰したお湯でに耐えるもので、僕ん家はこういう壺がありますんで、これを、沈めて、で水がね入らないようなちょっと背の高いやつがいいです。これなかったら買ってください。なくてもできるはできるんですけども、この壺の中で、作っていきます。まずはですね、さっきやったですね、この長ネギ、長ネギをね全部入れていくんです。長ネギ入りましたね。そして鰹節大さじ2杯ぐらい、まあこんなもんですね。こんなもん。そしてここに調味料入れていきます。お醤油が大さじ1と半分です。みりんが大さじ1と半分です。ヤマキの白だしね。白だしってね、ものによって塩分量違うんで、できればねヤマキ使ってください。これはね塩分量がね 100g あたり 10g。 これねミツカンとかだとね 13g だから、同じ分量でやるとめちゃめちゃしょっぽくなっちゃうんですよね。これ気をつけてください。この感じね、調味料入りました。で、こいつに卵黄です。このタレがねめちゃめちゃうまいんだよね。卵黄1個、そしてはい2個で、まあ中ねこんな感じになります。見えるかな。そして疲れたのでハイボール飲みます。あーいいぞ。そしてね、こいつはねお箸でねぐるっぐる混ぜちゃう。お醤油とみりんだけでもできるんだけど、できればこのみりんと白だしとなんだっけ、あいつがね混ざり合ったこのタレ、これぜひ使ってください。これでね卵黄ダレ、これまだ完成じゃないですよ。これこっから卵黄ダレ作っていくんですけども、まず置いておくんです。ここにセッティングするんですね。ここにですね水、僕んちの鍋だとこれね 500cc 入れればね結構な量になります。はい、こんぐらいですね。これ鍋によって変わるん でここにですね、だしです。白だし、さっきも使いましたね。これ大さじ1です。本来は昆布使うんですけども、一般家庭で昆布を買ってる方あんまいないと思います。なので今回白だしで、やります。旨味がつくという部分ではそんなに変わりませんので、ここにですね具材を入れていくんですね。この木綿豆腐でございます。
心配な方はマダイでできてください。僕はねこうやって手で切っちゃうんですよ。こんな感じでやって大体12等分。でこいつは、ね、沈めていくの。こうやってねちょっとね斜めった方が美味しそうに見えるんで、まあまあ味変わんねえとはいつも言ってますけども、盛り付けで印象は変わってくるんで、手間かけてくれたんだなみたいな感じが出るんだよね。でここにですねネギ、これねここにぶっ刺すんですよ。ほらこれだけでさ結構さおしゃれっぽくないですか。これこんな感じでございます。じゃあですねこれをもうね火にかけちゃうんですよ。これ火にかけちゃいます。一回ね沸くまでね強火で大丈夫ですからね。これうまいかんね、この湯豆腐もう最高にうまい。ポン酢で食う湯豆腐飽き飽きしてると思うんですけども、このタレ食ったら本当にハマりますよ。このタレを一緒に温めるのがこれ最大のポイント。このタレ温まると面白いことになってくるんですよ。これじっくりやってくださいね。その間にこのお豆腐に入れた出汁がですねお野菜とかに染み込んでいきますから。でねだん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 温めていくとこの卵だれとろみが出てくるんですよ。沸いてきた火を読める。で卵黄はですね卵白よりね固まりやすいんです。実は70度とか75度ぐらいから固まってくるんです。これねこの卵黄だれうまいのよ。これはで今回はちょっと壺使ったので結構時間かかると思います。今65度ぐらい、これから一気に凝固していきます。たまに見つつかき混ぜつつやってください。固まる時は一瞬ですからね。難しくないんですけども見ていなきゃいけない、ほったらかしとかじゃないですよね。このタレが肝です。今回はここです。皆さんとろみついてきたなって思うはずです。これとろみついてきたなと思ったら火止めちゃっても大丈夫ですよ。こんな感じでとろみがついてきたら絶えずかき混ぜます。わかりますかね、さっきサラッサラだったタレがこうほらポトンポトンってなるでしょ。これなんですよね。これぐらいのとろ感になったらもうね火からね揚げちゃうんですよ。これこうちょっと緩いお味噌ぐらいのこのタレ世界で一番うまいタレです。そしたらですねタレはできましたんで、あとは空いたくぼみにお野菜、あとのタラ、タラもうちょっとでかかった、ちょっとごめんなさい切りますわ。さっき3切れあったんですけど2切れ使います。ほらほらえのきはねすぐ火通りますし、タラもね白身魚なのでもうすぐ火が通ります。もう食べてる間に煮えると思うんで、じゃあこちらでですね至高の湯豆腐完成です。できましたので食べていきたいと思います。いただきます。日本酒でいいですか。いいと思う。じゃあ今日はですね菊水さんからいただいたいいお酒があります。蔵蜜純米大吟醸いただきましたので、噂によるとかなりいいお酒らしいです。俺飲んで大丈夫この状態で。お高そう。いただきます。あ香りめっちゃいいな。ではですね至高の湯豆腐いただきたいと思います。ちょっとよそいましょうか。だしを吸った豆腐は主役、タラですね、えのきもまた合う、そしてくたっと煮込んだ長ネギですね。こいつらをこのトロトロの卵だれたっぷりと、これでございます。うわこれ多分酒飲みたまんないと思うぞ。これちょっとやばいぐらいうまいっすね。卵だれのクオリティがやばいっす。試行シリーズトップ5に入るかもしれないな。豆腐ってこんなうまくなるのって感じですね。湯豆腐っつったらタラですもんね。やばいやばいやばい、これはね湯豆腐専門店出した方がいい。蔵蜜めちゃめちゃうまい。これ日本酒らしさもありつつのスキッとした味わい、生きててよかった。それで脂質をほとんど使ってないよ。とろみがつくことによってより濃厚になったこの卵だれ、これがですね湯豆腐の具をですね何万倍にも引き立ててくれる。ずっと酒飲めるよこれ。毎回言ってるかもしれないけど湯豆腐は絶対やって、これ今までの湯豆腐全部覆すんだよ。で、これ卵だれなんですけども、もうちょっと濃いなと思ったら、茹で汁をこうちょっと入れて伸ばしていただければ、好みの濃度になります。もう一個食って、やばいよこれ。これでヘルシーとかさ、うどん屋さんやろうこれ。ということで、今回はあまりにもうまいので、スタートします。新潟生まれ。新潟生まれ。これで。ぜひ、食べてください。いただきます。こりゃうまいね。タレ。タレは最強でしょ。そもそも。
パンチが効きすぎてる。卵黄のこうトロトロダレなんですよ。濃度がつくことによって味がねよく乗るんですよね。タラとかえのきとか長ネギとかお豆腐たちにこうトロッと乗せられる。でこれを食べるわけですよ。これに合うのはまあ新潟の日本酒。新潟の日本酒、新潟推し。新潟は強いよね。これ新潟のお酒なんでね。さすがにうまいね、やっぱね。この酒はね、うまい。バランスがガツンと、うん、もうお互いありきかなと。最高です、ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、最高でしょ。全部食べましたね。それ全部飲んだよ。はい、ということでですね、皆さん今回の試行の量どうでした。どうでしたとかじゃないんですよね。これに関してはやってください。極楽浄土はもうすぐそこですんでね、皆さんね。なのでぜひこちらの試行の量、とろっトロの特製卵だれが最高でございます。ですですです、皆さんやってみてください。盛り付けが綺麗だとね、あやっぱりリュウさんプロだなとかってね、たまにね言われるんですよね。僕ねおじいちゃんに言われたんですよ。人生ハッタリが大事って言ってね。皆さんハッタリですよ。ハッタリ最初ハッタリでやって、その後は実力です。皆さん